こんにちは、リリアンヴィーガンです。今日のレシピはビーガンクッキーのレシピなんですけど、フルーツティーを使ったクッキーなんですね。で、クッキーって大体乳製品とか、まあ、いろいろ入ってると思うんですけど、今日のは一切、使いませんので、乳製品使わないでクッキーを作りたいと思います。ぜひレシピを見てください。ビーガンクッキーの作り方です。小麦粉を 115g に、片栗粉を 50g 入れます。砂糖はだいぶ控えめで 50g ですね。普通の白い砂糖ですね。塩はちょっとだけでいいんですよ。少しだけ入れましょう。で、軽く混ぜます。それから、私いつも入れてるんですけど、チアシードですね。これはなくても大丈夫です。あれば入れてみてください。とっても体にいいので、入れるといいと思います。味はあまり変わらないです。ちょうど大さじ1杯ですね。チアシードの大さじ1杯。あとは、レイディーセーラーのフルーツティーですね。これは 40g なんですけど、軽く少しこうやった方がいいんですね。潰して。また中に入っているフルーツと葉っぱのからの油が少し出てくるんですね。それがすごい味が良くなると思います。なので軽くこう潰してから 40g を入れていきます。もう一回最後に混ぜて、あとはカノーラオイルですね。野菜油でも大丈夫なんですけど、今日使ってるのは50g のカノーラオイルになります。大さじ5杯ですね、50g。材料は以上ですね。あと少し、まあ、混ぜてから、今度は手でやった方がすぐまとめると思います。大体まとめてますよね。見えますか？こういうふうにもうクッキーの生地出来上がりですね。大体 0.5 センチぐらい伸ばしてます。あとはもうクッキーカット、好きな形のクッキーカットを使ってクッキーを作ってください。反対にすると結構きれいに見えると思います。あとは焼くだけですね。180度のオーブンで18分で焼いてください。どうですか？簡単でしょ？で、今日使った紅茶なんですけど、ティーは、レイディーセーラーという紅茶なんですけど、コードさんありがとう。すごい美味しい紅茶で、とても感謝です。そのティーをやっぱりちょっとだけ気持ちだけ潰してから使うといいと思いますね。もっとその紅茶とか葉っぱの香りとかが出てくると思うんですね。見てください。こうなったんですよ、クッキー。美味しそうでしょ？で、片栗粉も入ってますから、すごいカリカリでクリスピーなんですね。私の好みで作ってるんですけど、ぜひ簡単なレシピで作ってほしいですね。ちょっと食べてみます。いただきます。もうサクサクカリカリで。さすが。
美味しいですよ。で、砂糖もすごい、大体半分ぐらいしか入れてないんですね。この量のクッキー作ると、まあ、100グラムとか80グラムぐらい、大体砂糖入れると思うんですけど、もうすごい控えめで、レシピを考えたので、カロリーも少し少ないと思います。ぜひ作ってみたらいかがですか？また会いましょう。See you next time!